はい、パネル編じゃじゃんということで、はい、カメラが可動式になりました、はい、今日のカメラマンは一輝くんですね、はい、フェニックス一輝くん、はい、フェニックス一輝くんです、はい、じゃあここから説明していきましょうか。で、なんかこれ猿でもわかる PA 講座でも言ったんですけど、 PA ミキサーってすごくその分かりづらいっていう、難しそうっていう、固定観念がですね、皆さん終わりみたいです。ただそれは結構つまみがあったり刺すとこがいっぱいあったりするからくしゃ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 してるわけですよ。でもそんなに言うほど言うほどって感じなんですよ。で、なんでかって言ったら、例えばこれなんかは1チャンネルから10チャンネルまであるんですね。1チャンネルから10チャンネルまでとりあえず、入力というか入力セクションがあるわけです。で、ここの1チャンだけに注目してほしいんですが、はい。で、もうこんな感じなんです。だからここでも1チャンが成立してると。で、この1チャンが1,2,3,4,5,6,7,8、まあ、8本、そのうち2チャンネルはステレオなんで、10チャンネルって言ったんですけど、さっきこれが8本ただ連なってるだけなんですね。要は大事なのはこの空いてるとこは全部使えませんと。でマイク1本でやりたいんだったらここだけ使う、ここだけ使うわけで、あと全部ないっていうことなんですよ。だから意外にシンプルだったりします。はい、じゃあ上から見てまいりましょうか。はい、で上、あ、これか、まずこれね、あ、これね、すげえハマる人多いんだよね。これ押すとマイナス20デシベルになります。どういうことかっていうと、あんまり音を出さない現場とかだったらこれをオンにしといた方が安全です。いきなり強い出力がスピーカーに送られたりしないように、まあ要はこれを押すとマイナス20デシって言っても詳しくない人は分かんないかもしれないんですけど、要は音がめっちゃちっちゃくなります。はい、で普通に PA 用途で大きく出したい場合はこれを開けといてください。はい、でそれがチャンネルごとに設定できますよという感じです。はい、まあそうやって現場によって使い分けるっていうのもそうだし、ここにですね、マイクとマイクバルって書いてありますね。はい、これマイクです。で、あとはラインバルって書いてありますね。ラインバランスとマイクバランス、マイクと要は ラインのもの両方させるようになってます。ただ、これらは出力が違ったりするので、あ、ごめんなさい、入力の大きさが違ったりするので、例えばマイクだったらちょっと強めようとかっていうような調整にも使えるという感じです。別にゲインとかで、ゲインってまあボリュームですよね、ボリュームで調整してもいいんですけど、それではまかないきれないぐらいの、入力の高低差みたいなのを埋めるときに使ってもらうということになります。はい、まあこれに関しては今の説明でよくわからんかった人はもうなんていうかな、聞いた感じで決めてください。はい、でマイナス20デシでも成立するようだったら、もうここ押しといてもらった方が安全ですからね。はい。じゃあ、その次。EQ。これです。これ、イコライザーですね。はい。もう動画でも、おなじみですけど、イコライザー。はい。一番上がハイ。一個下がミッド。一番下がローですね。これは高音、中音、低音です。特に問題ない場合は、まあ、ちょっとクロートの人っていうのはまたちょっと違うゾーンの話になっちゃうんですけど、とりあえず、普通に使いたいよという人は、もう時計で言うと12時でいいです。特にもう低音とかがもう出すぎるとか、困る時があったら低音減らすだとか、あんまりこういうなんか激しくいじったりとかするようなものでもないので、いうことです。はい。で、その次。これですね。AUX 鮮度。これは、普通に音を出す人は、もう完全シカトしてください。もういいです。いじらんくって。はい。だからもうこの黄色は、もう別にそんなになくってもいいぐらいの勢いなんですね。はい。
これ後で何かは後で言いましょうか、これはね。はい。で、その次パンですね。これも別にそんなにいらないんだよな。うん。左と右の音量のバランスを整えるのがパンです。要はこっちマックスこっちにやると左からしか音は出ません。こっちにすると右からしか音は出ません。で真ん中にすると、50/50で出るというものです。通常はこれも時計でいうと12時になります。